ケイチくん、仲間なんかじゃないよ。いつまで寝ぼけてるのかな。はう、ケイチくん、どうしてそんなこと俺らに聞くのかな。この質問攻めにして相手の質問を封じ込める気なんですよ。やましいことをしてるなんて口が裂けても言いたくないですからね。ケイちゃん、もういいんですよ。だってケイちゃんはもう死んでいるんですから。しないと遅刻するわよ。今行くよ。レナうっかりしていつものところでちょっぴり待っちゃった。
昨日はとっても楽しかったね。ケイちゃんはちょっとはしゃぎすぎだったよね。おかげで今日はセミの抜け殻って顔してるよ。はしゃぎすぎはミオンの方だろうが。焼きそば8個も食いやがって。大食い競争なんだからたくさん食べて当然。こっちはお昼抜きで挑んでたんだよ。でもケイチくんも頑張ったよね。たこ焼き屋さんにも気に入ってもらえたし。当たり前だぜ。来年は俺がたこ焼き焼いてやるからな。ケイチは売り子さんに徹して、焼くのはお店の人に任せた方がいいのです。なんでだよ。ケイチの料理は核兵器級に破壊力満点で恐ろしいのですよ。ニパーおじさんもケイちゃんのたこ焼きは食べたくないな。そういえば胃腸があんまり丈夫じゃなかったかもしれないかな、かな。日直なんて頑張るほどのことでもないだろ。へえ、ケイちゃんは日直頑張らなくても大丈夫なんだ。おじさんにはそんなの絶対無理だな。嫌で嫌でしょうがないもんね。というわけで、よかったらおじさんと日直交代しない？冗談じゃねえぞ。そういえばレナ、日直得意じゃなかったっけ？ってことで、じゃあな。あ、ケイチくん待ってよ。それにレナ、日直なんて全然得意じゃないし。はお
リカちゃん、どうしたのかな？リカちゃん？リカちゃん、どうしたんだよ？何かあったのか？大丈夫です。転んだだけです。ほら。大丈夫かな？一緒に保健室に行こうか。ね。リカちゃん？大丈夫なのです。僕は大丈夫なのです。でも、リカちゃん、大丈夫そうに見えないな。僕のことはいいのです。それよりも、ケイチとレナに聞きたいことがあるのです。聞きたいこと？僕はただ、知りたいだけなのです。夕べのこと。何のことだ？リカちゃん、何を知りたいのかな？かな？ケイチ、レナ、サトコはどこへ行ったのか知りませんか？教えてほしいのです。サトコはどこへ行ったのですか？ケイチ、お祭りの晩に何かあったのですか？例えば、悪いことをしたとか。レナはどうですか？知らないよ。レナはずっとお祭りにいたし。ずっとですか？本当にずっと
お祭りにいたのですか？さと子は、お祭りに、ずっと、来ませんでした。レナ、答えてください。圭一？そうですか。知らないのなら仕方ないのです。ごめんね、力になれなくて。さと子がいないのですよ。昨夜も今朝も北条の家を見てみたのですが、とても静かなのです。家の中には、誰もいないみたいなのです。ごめんなさいなのです。圭一の手に、土がついちゃったのです。ああ、いいよ。土なんて洗えば落ちるんだし。父は、昨夜も圭一の手についたですか？きちんと洗ってくださいなのです。圭一とレナが、さと子のことなんて知るわけなかったのです。ごめんなさいなのです。ねえ、圭一君、ちょっと心配だよね。心配って何が？さと子ちゃんだよ。さと子？北条家に誰もいないのってやっぱり不自然だと思う。そのうち
村の誰かが気づくかもしれない。あの家には誰もいないって。鉄平はともかく、さとこちゃんまでいないって分かったら、大変なことになると思う。シオンに電話してみるよ。それより、シーちゃんに会ってみようよ。昨日別れてからのこと、レナも気になってるし。それもそうだな。ケイチ、どうしたの？もしもし、ケイちゃん、シオン、ちょっとケイちゃん、大丈夫ですか？伝言を聞いて電話したんですけど、どうしたんですか？どうしたじゃないぜ。あの後どうなったかと思ってたんだぜ。電話くらいしろよな。すみません。心配かけちゃいましたね。ああ、思いっきり心配したぜ。それより、昨夜は無事に帰れたのか？俺たちは、あの後ちゃんと祭りに行ったけど、シオンは大丈夫だったのか？ええ、問題なしです。それで、サトコはどうした？どこにかくまったんだ？それなんですけど、何かあったのか？
昨夜から行方不明になっている北条鉄平の行方を今警察が必死で探しているみたいなんです。警察はもう失踪したことを突き止めたのか？ええ、夕方バイクで出かけていくところを見た人がいますし、北条家は昨夜からもぬけの殻ですし。それでシオン、サトコをどこに連れて行ったんだ？大丈夫です。誰にも会わない場所でおとなしく眠っています。時期が来たらケイちゃんにも教えます。でも今は言えません。なんでだ？なんでサトコの居場所を言えないんだ？一緒にいなくなったサトコも重要参考人として狙われているそうです。ケイちゃん、黙り込んじゃって大丈夫ですか？シオン、明日会えるか？シオン、何か都合が悪いのか？別に大丈夫です。じゃあ沖ノ宮の図書館で。レナも一緒に行くから。レナさんもですか？わかりました。じゃあ明日。